また失礼します。加藤茶という、加藤茶の話だったら8億持ってるんです、あの人。嫁はね、加藤茶死んだら税金引かれて3億5千万ぐらい帰ります。子孫も幸せになります、また再婚して。そんな話は置いとってて、農協の理事に付き合ったけど、20年付き合ってホームレスにアパートを出されました。今日ってそんな話はいいけど、口癖です。岡山の津山で水島ってそうですよ、水島鉄工所。で、川田に寄して変わった。で、農協理事の廃部で死んだ。その話いいか。何だったかな。あのね、青汁アフレードってあるでしょ。あれね、面白いんですよ。青汁アフレードって言ったら、そのリンク、楽天みたいに出てくるんですよ。それ発見。それとね、何だったかな。儲かるのはね、皆さん、まあ、どっちみち儲かるかよろしいけど、納税じゃない。ふるさと納税アフレードっていうのなんですよ。それを説明、ちょっとね、リンクだけ貼ったってダメ。それ説明文入れながら、納税アフレートじゃん。ふるさとアフレートは、ふるさと納税なんと今度は、なぜもいいかってことをザーッとなして、税金対策ですわ。以上、これ以上、錦野明。で、昔の人は尾崎慶彦だ、知らねえ。70になりました。私も、加藤ちゃんみたいに抜きます。以上。